この高原、神の山、ほう、うわーすごい、うわこれ来た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 、いいですね、おー、なんだこれ、ニジマスか、来た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 、すごい立派なニジマスです。ここは山形市の南隣、上山市の蔵王猿倉です。冬はスキー場、夏はこの緑に囲まれて自由に遊んだり、このようにニジマスを釣って楽しんだり、その場で調理してもらうこともできるんです。そして名物のジンギスカンのあるレストハウスもあるんです。本当に美味しいものがいっぱいあるところなんですよ。でこのレストハウスの中にあるカフェ&スイーツミシェ、店名のミシェはフランス語かなと思いきや山形なまりで店をミシェと呼ぶことから親しみを込めてつけたんです。おらえなミシェ。で店内にはいろんな焼き菓子がずらりと並んでいます。その中でも人気なのがキャラメルの木、切り株をイメージした優しい歯触りのクッキーで塩キャラメルをサンドしてチョコでコーティング、甘さ控えめでコーヒー紅茶と合うんです。ショーケースもずらりと、あのシュークリームがずいぶんたくさん並んでます。こちらおすすめのサルクラッシュになっておりまして、食べていただくと他のシュークリームとの違いが分かりますよ。百聞は一口にしかずということで、音はおすごい食感ですね。はい、そうです。サクサクというよりもガリガリ。中のクリームを結構濃厚なカスタードクリームにしてまして、逆に外側はあっさりめのシュー生地にしております。でシュークリームを焼く前にガリガリのクッキーを上に置いて焼いておりますので、食べた一口目からガリッと感を味わえるシュークリームになっております。硬いシューの皮とこの中のクリームの相性いいですね。ありがとうございます。川口さんは山形市内の人気店でパティシエとして働き、去年12月に蔵王猿倉でお店をオープンしました。私の父がここのレストハウスのオーナーでして、小さい頃から厨房で料理をしている姿を見てまして、で私も料理をに興味を持ち始めたのが最初ですね。今現在は蔵王猿倉に来ていただいたお客様が立ち寄っていただくお店として営業しておりますが、いずれはミシェを目的地に来ていただけるように頑張っていきたいと思います。やってきました、夏祭りシーズン。祭り、お兄さん、お姉さん、そこのあなた、7月のミシェはちょっと違うよ。さあお立ち会い。7月の土日祝日はミシェのスイーツ縁日フェアを開催。屋台スイーツが並ぶということで一押しを聞いてみました。一押しというか二押しなんですが、たこ焼きと焼きそばになります。たこ焼きと焼きそば、はい、あれでもたこ焼き焼きそばなのは見た目だけなんです。なんか違う。でもたこ焼き焼きそばなのは見た目だけなんです。なるほど、スイーツか。え、スイーツなの？絶対そうだよ。これたこ焼きでしょ。小さいシュークリーム。ん？ん？甘い、おいしい。いや、これもシュークリームだったんですね。はい、そうです。大人気のサルクラシューを使っております。いやいやいや、あのサルクラシューの食感もありますし、チョコレート、大人一口サイズのサルクラシューにチョコソースで、マヨネーズのところはホワイトチョコ、その上に抹茶パウダーの青のりと鰹節ならぬ削りチョコをトッピングしてるんです。鰹節かと、見た目はソースもマヨネーズも鰹節も青のりもたっぷりのたこ焼きですよね。はい、こだわりました。ならばこの焼きそばも、なんだろう、うん、モンブラン、あ、なるほど、はい、麺のように見えていたのはモンブランなんですね。正解だ。だったら見ればわかるべや。八谷さんさすがです。そこにメレンゲを敷いて生クリームとモンブランのマロンクリームになってます。具材のお肉はナッツ、キャベツと紅生姜はチョコで再現しました。すごい美味しいのでこれはぜひ味わってほしいですね。食べた皆さんちょっと騙されちゃうんでしょうね。そうだといいんですけどね。スイーツって分かってても何かフーフーしたくなるような。ありがとうございます。本当そっくりですよね。
いやこれでも、はい、食べやすくて、はい、また違った意味で人気が出そうですね。はい、ありがとうございます。